はい、どうも、ありがとうございます。お願いします。本日なんですけども、久々にラガーズに来てまして、ラガーズのね、僕の可愛い後輩ちゃんたちの、グローブをちょっと紹介していこうかなと思います。今回は、とあるメーカーのオーダーグローブの紹介になります。それではやっていきます。はい、ではまず一人目、僕のことを舐め腐っている北野に。舐めてないですけどね。舐めてないですけどね。慕ってる。お願いします。はい、で、まず、グローブをポンと前に出して紹介してもらってください。こちらのファーストミッドで、メーカーはこれは、あの、浅香の早川、はいそうですね、あの伝説の、そうですね、あの、オーダーしに行って、はい、なるほど、ちょっとお借りしてもいいですか。これですよ、紫に白、白です。で、ファーストミッドにしては珍しく指当てがついてる。そうです、つけましたね。おお、で、縦閉じですね。縦閉じのファーストミッドあんま見ないからな珍しいな、確かに。これもうなんか、早川ってラベル選べるんですよ。選べますね。ああ、なるほど、いろんな種類から。硬くね。いや、自分ちょっと硬い方が好きです。ああ、そういうことね。なるほど、はい、これなんかこだわりとか特徴とか。こだわりはこれ、あの某アイドルグループの色にまとめます、ね、ってことは、まあこういうことだね、まあ、これでもね、2色でまとまってるっていうのがすごいおしゃれだなっていうのは、今聞いたんですけど、もう一個さらにこだわりがあると。このグローブ、珍しいのか分かんないですけど、2本入れで出してますね、指を。小指2本で、これ人差し指のところは変わらずに、こういう動きをしてるってことか。あ、そうですね、結構ここは開いてるみたいな。なんか珍しいこだわりなのかな。あ、ファーストミットで小指2本はよく聞くんですけど、そういうの確かになかったので。あと、もう一個こだわりあって、はい、あ、はいはい、ここか。そう、俺もね、さっき ポケット見たら気がついたんだけど、はい、製造年月、はい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 、僕んで。なるほど、じゃあ、はい、今年の4月にに届いたってことですね。はい、で、僕、早川のグラブ、すごい硬いイメージあるんで、はい、でも4月に届いて、縦閉じで、まあでも小指2本だと柔らかくても使えるか、はい、関節はできやすいって感じか。ありがとうございます、はい、で、ちなみになんですよ、彼はもう1個持ってるんですよ、早川。それお願いします。実はもう1個、投資用で、はい、これ結構鮮やかな青にしたんですけど、ヘリカーの方あの流行りのキャメルにしました。なるほど、はい、これは特徴とかこだわりあ、これありますよ。2つ目のこだわりなんですけど、はい、ウェブのところを2ピースに特別に作ってもらいました。はいはい、確かにね、普通じゃ見ないウェブですよね、はい、ただ、まあ、来たのね、僕と一緒でたまにピッチャーやるんだけど、はい、あの、面白いことにこのグローブ連盟使えないっていうねそうなんですよね。まあ、ただね、オープン大会とかだったら使えるし、この親指の丸抜き刺繍だったりっていうのもすごいかっこいいので、すごいおしゃれだな。そうです、このもステッチもピンクにしたんです、はいはいはい、ステッチもピンクにしてちょっとおしゃれな感じで、こうやってね、ステッチもピンクになってるんで、いや、すごいね。ツーピースもね、最近いろんな人使い始めてますからね、はい、これでね、はい、来年はね、僕も参加できるようにするんで、はい、2人で頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで、お次、早川グローブ、これなんですよね。これの持ち主の本人は、出演 NG ということだったんで、これが、まあ、わかるかな？カラーリングでわかる人もいると思うんですけど、まあ、またこれですよね。まあ、うちのチームはアイドル好きが多いみたいです。型的には、これ、キャッチャーやってるこの方なんですけど、まあ、内野手を少し小さめで、深めかなっていう、グローブとなっています。映していいのかわかんないけど。関係者の方に怒られたら申し訳ないですけれども、まあ、あるグループの、ね、刺繍が入ってたり、まあ、ここにちょっとアイドル あのこの名前が入ってたりとかっていう、もう完璧にね、アイドル大好き人間のグローブとなっています。で、やっぱ早川のグローブの特徴って、結構ポケット深かったり、まあ、あとはちょっと重いかもしれない、普通の内野手用に比べたら。でもその分やっぱ革がしっかりとしてカチッとした、グローブで、結構重心も下寄りだから重さもそんな感じないかもしれないですね。三角がここにもあるのかなんかちょっと坂本選手チックなウェブしてますよね、これも。まあ、ちょっと絶対オリジナルウェブなんだけど、そこがまた早川グローブのいいところだなっていう感じがします。そうですね、これ白汚れたら大変そうなんで、タコのグローブ使ったりとか、ダイヤモンドの時はたくさん飛んでおこうかなと思います。はい、じゃあ次のグローブいきます。はい、ということで最後のメンバー、松井に来ていただきました。お願いします。はい、なんかね、すごいシャイだから、あれ無理やり出させちゃってちょっと申し訳ないですけど、まあね、あのショーヘイズにも来てくれたりとか、あのラガーズの試合でも、結構、ね、テロップの方に出てるので、もしかしたら見たことある方々もいるかもしれないですけども、もう、早川の、グローブを作ってね、一緒に作りたいので行きましたね。
年始かな、年始に遊んでて、そしたら上さん早川行きたいです、工房まで行ってその場でオーダーするっていうね。はい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 。このグローブ的にはさっきの日向坂グローブって伝えるのかな、もう名前出しちゃってる、あれよりかも、大きいのかな、結構大きくてガッチリと掴むタイプのグローブですよね。エッジ付きのバスケットウェブで、カラーがこれはワインレッドなのかな、まあワインレッドっぽいちょっと濃いめの、レッドにクリームかなの、グローブとなっています。これこだわりとかってあります？いや特にこだわり特にないの、はい。でもあれだよね、なんか松井のグローブって正直言うと今まで去年の年末かなんかな、軽く紹介させてもらった時もそうなんだけど、あのローリングですね、ちょっと小さめなグローブが多かったと思うんだけど、それにしてはちょっと大きいかなっていう。今回はなんか今時なグローブ、元々グローブが結構深めだし、なおかつこれ純巻きなんですよね、だからしっかりとガチッ掴むようなグローブで、ただここに指股が入ってるから少しは広くなるよって言ったよ感じですね。ほんと喋んねえな二人でいる時とか車乗ってん時はめちゃくちゃ喋るくせにまあね、これあのせっかく一緒に作りに行ったグローブなんで、来年以降もねしっかりと使っていき、まあ早く硬いからね、なるべく早めに柔らかくして、来年はバチバチこいつでスタートしてもらえればなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということで一人顔出し NG の人がいたりとか、一人で全く喋らない、あのシャイな後輩がいたりで、なかなかね、僕が説明することが多くなってしまったんですが、ラガーズの今回は早川に絞った、グローブの紹介をさせていただきました。なかなか見るのが珍しいっていう、方もいるとは思いますし、基本的には埼玉の朝霞の方で、やってる工房なので、まあ、埼玉の方はよく知ってるかもしれないんですけれども、まあ、地方の方とかは、なかなか試合後で疲れてんだよぜひちょっとチェックしてみたいなーって方は、持ってる人がいたら、聞いてみるのもありなのかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。